水なすはね、手でちぎって断面をギザギザにした方がね、味が絡んで美味しい。ああ、もう混ぜてるだけでうまそう。皆さんこんにちは、チャッキーです。はい、今回はね、めちゃくちゃ美味しい水なすを使ったご飯やお酒のお供にぴったりの一品を紹介させていただきます。本当に刺激的な甘い味噌だれを作って、生で食べてもね、美味しい種類の水なすを使い、一緒に和えるだけ。もうむちゃくちゃ簡単。あと一品なんか欲しいなっていう時なんかにね、速攻作れて箸が止まらないぐらい美味しいんでね、ぜひ一回作ってみてください。夏の水なすはうまいです。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。こちら水なすですね。水なすはね、普通のおなすと違ってアクも少なくね、水分量が多いんで生で食べられます。できるだけ鮮度の良い美味しそうなものを選んでください。はい、そしてこちらよくあるね、一袋ずつに分かれてるインスタントタイプの味噌汁ワンパックです。もちろん普通のお味噌汁でもできますので、普通のお味噌を使う場合は約 15g に対してお水かお出汁をね、小さじ1杯ほど加えて伸ばした状態で使ってください。このインスタント味噌汁だとそのままいけちゃいます。お砂糖が小さじ1杯から2杯。甘さの加減はお好みで調節してください。今回は小さじ1杯半ぐらいでいきます。はい、そしてみんな大好き食べるラー油を大さじ1杯。少し風味付けにごま油を使います。まあ小さじ1杯ぐらいで構いません。材料は以上です。まずは小さめのね、ボウルなど容器を用意してください。めちゃくちゃ美味しい味噌だれを合わせていきます。はい、ここにね、この料亭の味、インスタント味噌汁1パック全て入れちゃってください。はい、ビュービュービュのビューっと。このインスタント味噌汁マジで使い勝手いいですよね。そしてお砂糖も加えます。食べるラー油、こちらも入れてください。これ大さじ1杯ぐらいいっといた方がね、ザクザクっとした食感が出ていいんで適当に入れといてください。はい、そしてごま油、まあこれもね、小さじ1杯ぐらいで構いません。よいしょ、これで OK。 今回のね、めちゃくちゃ美味しいお味噌だれはこれで OK です。しっかり混ぜ合わせて、食べるラー油とお砂糖をなじましておいてください。はい、こんな感じ、全体的にいい感じになじめば OK。 見てこれ、もう見ただけでうまそうじゃない。こいつを使って水なすを和えるだけなんで、めちゃくちゃ簡単、速攻作れます。しかも激うま。はい、お次は水なす。水なすはね、ヘタを落としてさっと洗っておいてください。はい、こんな感じね、さっと水を洗いして表面の水分を拭き取りましたら、食べやすい大きさにちぎっていく感じで切り分けてください。まあ、まずは半分ぐらいに普通に包丁でポコリンちょっと切ってください。で、もう一回ぐらい切りますか。はい、こんな感じ、ちょっとちぎりやすい大きさに切り分けてください。こっからはお手手でね、こうザクザクっとちぎる感じ、もう一口サイズで食べやすい大きさにちぎって裂いていってください。水なすはね、手でちぎって断面をギザギザにした方がね、味が絡んで美味しい。はい、こんな感じ、バラバラにほぐしていく感じで、どん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 水なすをね、食べやすい大きさにちぎってください。よいしょ、なんかなすびを手でちぎるなんて背徳感がありますよね。でもこの水なすはマジで手でちぎった方が美味しいんでね、これもコツですよ、ぜひやってみてください。ぬか漬けとか浅漬けにした時も、食べる前は手でちぎって切り分けると美味しいって昔から言われてるんでね、多分美味しいんです。もう昔から言う人の知恵は参考にしましょう。はい、こんな感じでバラバラにほぐしちゃいます。はい、水なすをほぐしましたら、先ほど用意しといたこのね、特製味噌だれ、そこへ全て入れてください。あとは全体的にこのタレを絡める感じで混ぜ合わせてください。全体的にこの味噌だれが絡めば OK です。
たったそれだけでね、もうご飯のおかずにもなりますし、おつまみにも抜群。ほんと相性の良い水なすのピリ辛味噌和え、簡単にできますんで、ぜひやってみてくださいね。ああ、もう混ぜてるだけで最高にラー油の香りがしてうまそう。ああ、落ちちゃったん。ここね、しっかり混ぜて表面に絡めることがポイント。で、お砂糖の加減はね、ご自分で調節していただいて構いませんので、甘いのが好きな方はね、小さじ2杯ぐらいいってください。こんなもんかな。いい感じに表面にお味噌がまとわりついたら、OK。ではでは早速盛り付けて食べちゃいましょう。はい、完成。インスタント味噌汁料亭の味を使って混ぜ合わせるだけ。これマジでね、刺激的でむちゃくちゃ美味しい。そしてこの水なすのね、生の食感が癖になる、いい感じの味付けです。ほんとね、一回作ってみてください。それでは今日もポーいただきます。はい、おいしい、間違いない。やっぱ生の水なす最高にうまいよね。抜群にね、お酒との相性いいんで、もちろんご飯にもぴったりですよ。うん、この水なすのね、なんかシャキッとした口の中でほどけるような食感にね、食べるラー油のザクザク感が加わってね、少しピリ辛で刺激的、本当に美味しいです。まあ味付けはね、もう間違いないです。インスタント味噌汁ね、ちょっと砂糖で甘さを調節してあえてるだけで本当にすぐにできますし、あと一品っていう時なんかね、おすすめです。今回はね、夏に美味しい旬の水なすを使って作りましたが、これ水なすじゃなくてね、きゅうりなんかでやっても抜群に美味しいです。うん、止まらん。結構刺激的でね、コクがあってまろやか。これやったらね、生の野菜ももりもり食べれるんでね、他のお野菜でもぜひ試してみてください。マジでおすすめ。これこれ、今回のピリ辛味噌だれ最高ね。今回普通の、まあ、インスタントの味噌汁を1パック使いましたが、普段使ってる味噌汁でも作れますので、その場合はお味噌 15g にちょっと水やお出汁をね、小さじ1杯ぐらい足して伸ばした状態で用意してください。そしたら同じように簡単に作れると思います。もうわざわざね、料亭の味買わなくても大丈夫ですが、まあ、もしご自宅の冷蔵庫に眠ってたりしたらね、ぜひやってみてください。ほんも美味しいわ、これ止まらん。いや、これマジね、ビール、焼酎、日本酒、もうハイボールとかでもいける、結構万能なね、酒の魚におすすめです。うまい、もう後引く刺激がたまらんわ。うますぎます。